本当に遊べるんですよ、これね。これはでもコンティニューとかできないですけどね。もう本当死ぬまで遊べるんですけど、コンティニューはできないですけどね。本当にワンコイン分しか遊べないんで。あ、しまった。完全食ですから、これね。だから死ななければ、いつまでも遊べるんですよ。3機ね、消滅しなければ、クリアするまででもできるんですよね。すごい大サービスですよね。このセガのね、人もね。丸ごとこのゲームが入ってるわけですよ。あ、終わっちゃった、これ。コンティニューできないんですよ、これね。これで終わりなんですよ。開けなかったな。一面もクリアできなかったな。難しいね。この辺か。はい。これですね。スペースハリアーね。ちょっとやりたいと思います。これも結構何回も僕実況プレイやってるんですけどね。なんかやりたくなるんですよ、これね。なんとなくね。何回もやってますけどね、これもね。はい。なんか音楽はなんかちょっといつもよりスローな気がするけど、気のせいかな。スローですよね、ちょっと。これね、僕ね、プレイステ2のセガエイジスシリーズでね、プレイしましたし、あとね、シェンムーに入ってるね、アーケードゲーセンでもね、スペースハリアやりましたしね。結構だから何回もやってますよ、これはね。あとファミコン版とかもやりましたし、PC エンジン版とかもやりましたしね。あとメガドライブ版のスペースハリア2もやりましたしね。結構やってるんですよ、これは。セガエイジス版2回ぐらいやったのに気がしますね。これはとりあえずね、ワンコイン分だけちょっとやってみて、ゲームオーバーになるまでやる感じで。とにかくね、スペースハリアってね、動き回っていればいいんですよね。動き回っていれば、なかなか弾に当たらないっていうか、そんなにやられることないんですよね。じっとしてる方がやられるんですよね。いい、倒した。地面ですね。残機めちゃあるな。6機ぐらいある。5機ぐらいあるよ。ただね、障害物だけはどうしようもないんですよね。当たったらやられるんでね。それだけは気をつけなきゃいけない。避けるしかないんで、障害物はね。これ、この障害物ね、これは壊さないからね、避けるしかないんですよね。これ、このね、柱だけはどうしようもないんですよ。あぶね、怖いな。あ、やられた。一気消滅ですね、これで。そろそろボスかな。あ、これね。あ、しまった。やられてもうた。あ、クリアしたんやね。もう打ちまくりながらね、動き回ってね、あれすればね、結構いいかなっていう感じですよね。あと障害物に気をつけながら、動き回りながら打ちまくるっていうね、感じでやってれば結構続きますよね。手が痛くなってきましたけどね。
あ、危ねえ。危なかった、今。今、迫力が違います。あー、まあ、30年以上前のゲームと思えないですね。これね、シェンムー版のね、スペースハリアーはね、めっちゃむずいんですよね。難易度高いんですよ、シェンムー版は。3機しかないしね、1面もクリアできなかったですよね、シェンムー版のスペースハリアーやった時はね。片方倒しましたね。あー死んだ。今の相打ちやったな。4名これ最後の残機ですね。でもこれ十何面もあるからな、ステージは。全然まだ序盤に過ぎない。あー終わってもうた。ゲームオーバー。あ、まだあった。あー、ゲームオーバーですね。コンティニューできますけどね、これまでにしときますね。何回も今までやってて、もうコンテンツやりまくってクリアもしてるから、うん。とりあえずこれでいいや。うん。実況プレイさせていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、スペースハリアーコレクションをね、プレイステーション2でやってるとこですね。はい。で、アーケード版のスペースハリアーをね、ちょっと今からね、やっていきたいと思います。こちらですね。クレジット追加。あれ？クレジットこれ追加できてないな。ちょっと待って、どうやってやらないと。クレジットこれ追加。あ、これか、このボタンか。すげえな。よし、行きましょうね。おお、すげえ。これアーケード版ですよ、うん、完全色版なんだね。すごいなぁ。ちょっともうちょっと音量上げますか。音楽好きなんですよ。おうち。もうね、無限コンテンツなんでね、クリアできますからね、絶対ね。強引にでもね。やっぱね、名作ですよ、これね。1986年ぐらいだったかな、確かに。斬新ですよね、本当にね。これあれかな？超能力使いなのかな、この主人公は。あ、死んだ。このハリアーはね。こう、サイコキネシスを使える、確か能力を持つやつってことですよね。お、一瞬で倒したよ。2面や。いや、これ実はね、このスペースハリアーのアーケード版ね、もうずいぶん前に、半年以上前かな、に一応僕ね、これ、プレイというかね、披露してるんですよ。もうすでに YouTube でアップしてますけどね、クリア動画というかね、これをプレイして、最後までプレイしてる動画をね、一度 YouTube でね、上げてるんですけどね、それは無言プレイの時でしたね。実況プレイまだやってない時ですよ。無言プレイでね、プレイしてる動画をね、アップロードね、しておりますけどね。はい。今回ね、実況プレイでこのゲームやるの初めてですね。もう怖い。この壁みたいなやつはね、もうどうしようもないんですよね。もうほんと避けるだけ、避けるしかないんで壊せないから。あー、くそ。壊せないんですよね、この壁。これだけはほんとどうしようもない。避けるしかないんで。あ、ボスや。これ2面のボスですね。あー、死んだ。難しいな、やっぱり相変わらず。あ、でもクリアできた。3面ですね。これ確か10何面まであったよな。15面か16面かちょっと忘れたけど。1986年とのゲームと思えないぐらいの感覚。あれですよね、なんか斬新さというかね。僕は小学生の時のゲームですからね。
今の若い人はね、あまり分からんね、知らないかもしれないですけどね。今30代後半から40代の人、ドンピシャのゲームですよね、これね。キノコだらけですな。音楽もうちょっと大きいですよ。あ、死んだ。音量が思ったより、これ3面のボスですね。このなんかね、ボスのね、ダメージを与えるこのカンカンカンって音がなんか好きなんですよね。あ、難しい。2体いますからね。よし、倒した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 4面。ずっと音楽はこの曲なんでね、メインテーマ。また壁が出てきた。やばい、危ね。あー、くそ、壁だけはどうしようもないわ。ああ、そう、やられた。まあね、いくらでもコンテンツできますから。絶対クリアできますから。これね、前にね、僕ね、シェンムーというね、ドリームキャストのゲームがあるんですけどね。それのね、シェンムーのゲームの中でね、ゲームセンターが出てくるんですけど、そのゲームセンターのシーンでね、あ、これボーナスステージやな。このゲームセンターのシーンでね、このね、スペースハリアのアーケード版の完全色版をね、こう、ワンコイン分だけね、プレイできるんですよね。うん。それもね、一回プレイしてね、披露してますね。実況プレイでね。うん。あの時はね、ワンコインしかプレイできなかったんで、一面もクリアできなかったんですけどね。今回はね、これね、たっぷりね、お見せできるんじゃないかなと思いますね。うん、4名、4名じゃ6名な。ああ、そうそう。難しいね。まあ、迫力は違うな、やっぱりな。こんなアーケード版のね、スペースハリアがね、家庭で遊べるようになるなんてね、夢の話でしたけどね、昔はね。本当にね、その夢が叶ったというかね。これなんかこの敵ね、さっき出てきた敵、なんかガンダムに出てきそうなね、感じのね、なんかモビルスーツっぽいやつ、今、ね、敵でしたね。このスペースハリアシリーズってね、この弾のよ、敵の弾を避けるコツはもううろうろすることですよ。止まらないでね。うん。こうやってね。うろうろしてればね、結構当たらないんですよね。意外と。うん。こうやってね、回ってれば当たらないですよ。なるべくね、死なないでいけるんですよね。うん。あら、ボスいなかったのか。あ、出た。この、なんていうかな。マンモスみたいな敵、一つ目マンモスみたいな敵が出てきた。こいつらね、これね、モビルスーツみたいですよ、これね。あ、やられた。ガンダムも出てきそうなモビルスーツだ。なんか。敵が激しくなってきましたね、攻撃がね。ああ、死んだ。体当たり食らったんか、今。いまいちね、このゲームのね、当たり判定ってあんまりよくわからないですよね。どうなったらこう死ぬのかっていうのがね、はっきりわかりにくいんですよね。うん、これボスかな？ボスっぽいな、なんか。あ、やっぱボスやったんや、今の。
ガンダムいっぱいやな。ガンダムちゃうわ。モビルスーツみたいな。動き回ってればね、結構意外と当たらないもんなんですよね、ワンガンってね。この壁だけはね、ほんと避けるしかないんですけど。壁っていうか柱か。あ、ボスや。あ、こいつか。これ一回一回ね、ボス戦の音楽が一回一回違うんですよね、これね。うわぁ、クソ難しい。よし、倒した。でも結構後半の方まで来てるんじゃないかな。おぉ、いっぱい壁、柱が出てくる。柱が出てくる面で動き回らなきゃいけないってのが厳しいな。怖っ、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 あ、死んだ。あ、難しい。死にまくりだな。あ、ボスか。この面短かったな。まだモビルスーツみたいなやつがボスになってる。はい、クリアした。10面か。いや、本当にね、これはセガの名作ですよね、これね。代表、セガ代表するゲームですよね、本当ね。いや、もうセガって言われたら、思い浮かぶのはまずソニックじゃないですか。その時ぐらいに思い浮かぶのがね、これかもしれないですね。これとかファンタジーゾーンとかね。あとまあ、あれやな。何やったっけな。結構いっぱいね、セガ名作いっぱいありますけど、バーチャファイターもそうやね。バーチャファイターも思い浮かびますけどね。あ、しまった。あと、ミラクルキットも思い出しますね。ミラクルキットの、ミラクルキットやったっけ、ああ、しまった。ミラクルキットじゃないな。アレックスキットか。アレックスキットのミラクルワールドも、なんか、まああれね、当時はね、マリオのね、ライバルって言われてたぐらいなんでね。あんまり昔のね、若い子は知らないんでしょうけど。ほんとね、マリオのライバルって言われてたんですよ、アレックス・キッドはね。そういうアクションゲームがあったんですけど。まあ、セガといえばそれもね、まあ、代名詞として思い出しますね。まあ、やっぱソニックですよね。まあ、セガといえばソニックですね。まあ、このゲームもね、もうかなり、セガといえばこれって感じもありますけど。シューティングならこれですよ、セガはね。これと、まあ、アフターバーナーとね、ファンタジーゾーンですよ、セガっていうのはね。うお、まあ、最近はセガって言われたら、竜が如くなのかな。白骨化や、白骨化。最近はセガって言えば竜が如くって感じなのかな。龍が如くはね、専門シリーズとね、なんかその、監督が同じなんですよ。ね。名越さんかな、確かね。これ倒した。ボーナスステージだ。これはね、仲間なんですよね、これね。これひたすら取るだけですよ、これね。破壊するだけですよ、柱を。
これクリアね。13面。もう、かなりラストスパートになってきましたよ。残り少ないと思いますよ、ステージ数もね。まあ、このゲームも20分もかかんないですからね、クリアするまでね。17、8分ぐらいでクリアできるゲームなんで、強制スクロールですから、ほとんど。もう染まるところボス戦だけですからね。それ以外は強制スクロールですからね。約17、8分あればクリアできます。ああ、しまった。倒した。これクリアか。14名。もうボス戦はね、動き回ってればなんとかなるって感じですよね。あぶね。わあ、死んだ。厳しいな、これ。さすが最後の方になってくるとね、苦しいな。よしよし。あ、ボスや。なんかこういうボスが多いな。なんかぐるぐる回ってるやつか、なんかヘビみたいな長いやつか、どっちかよ。大体ね。もうちょっと倒せ。ああ、死んで倒したね。ほぼ相打ちみたいな感じで倒したね。あ、死んだ。でもこのスペースハリアーをね、ノーデス、ノーダメージでね、ノーダメージというか、これ一発で死ぬゲームだから、ノーダメージでも勝ちだけど、一回も死なずにね、一気も死なずにクリアできる人いますからね、上手い人はね。ファミ通のね、なんかやり込みのね、あれで見たことあるんですけどね、一回も死なずにね、クリアできるとかにいるんですよ、あれはね、脅威でしたね、あれね。あ、死んだ。あかん、難しい。前僕 PC エンジン版も確かね、実況プレイで披露してますね。ボスでいった。またこのヘビタイプでいった、ヘビタイプ。白骨のヘビタイプね。あ、あかん。大体あれですよね、これね。後ろから狙った方がいいですよね、これね。硬いな、こいつ。何やろ、この民族音楽みたいな音楽は。はいはい。これラストステージぐらいじゃなかったかな。16面か17面ぐらいだったと思うんですよ、最後はね。すごいな、モビルスーツ。モビルスーツステージやな、これ。モビル、ああ、死んだ。モビルスーツと、
柱だらけや。これボスか。ボスやな。強いな。あ、まだ17面あったか。あ、死んだ。ここは最後くらいかな、じゃあ。うわ、怖い怖い。いや、このゲームはね、柱がいっぱい出てくるのね、難しいというイメージがありますね。柱がいっぱい出てきて、敵の攻撃も激しいっていうのはね、すげえ難しい。ほらほら、連発で死ぬからね、これ。ああ、やっぱりこうなるよな。あかん、ちょっと待って、これ、これで飛べとかないばいな。よしよし。あかん。あ、これあれやわ、もう最後や。ラスボス出てきた、これね。これラスボスですよね。はい、倒した。あ、まだあった。18面。あ、そうか。これが、ここがラストステージや。これ、ボスオンパレードやったな。これ1面のボスですからね。そうそう、ラストステージってね、ボスオンパレードですよ。ボスラッシュというかね。20分もかからないとか言いながら、ね、20分かかっとるな。クリアするのに、20分以上かかってるな。今回、手こずりすぎたんかもな。はい、これは何面のボスやったか忘れたけど、あー死んだ。見倒した。音楽一回一回変わるんですよね、これボスの曲が。なかなかしぶといな。もうちょっとか。はい、倒した。ちゃんと敵のね、ボスの名前も出てくるっていうね。はい、倒した。これラスボスやったと思うな、これ。違ったっけ？違うか。これさっきも出てきたよな、このボスな。このダブル白骨体というか、ダブル白骨竜ね。これさっきも見たもんね。確かね、ラスボスの白骨系だったと思うんですよね。よしよ。スケルトン系。あ、そう、これが、あ、これちゃうな。こういうやつが多いね、こういう。くるくる回ってるやつがね。いい、倒した。あ、こいつやな。こいつラスボスやわ。うん、こいつやったと思う。こいつラスボスですね、確か。インパクトとしてはダブル白骨の方がインパクトあったのに、こいつ。シングル白骨やもんな、ね、これね。特にインパクトはないよな、これな。はい、クリア。一気
もしないで倒せたね、ラスボス。20分以上かかってるな。24分かかった。はい、エンジングがすごい短いんですよね、これね。はい、これでクリアですね。はい。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。